CBC Radio。 皆の衆、わしが前田利家じゃ。陣が斎藤馬、我ら名古屋おもてなし部招待。はあ、始まってまいったの。はい、というわけでついにわしの出番が。さようにございます。こちらですな、戦国武将様ご本人自らが戦国時代の始まりから終わりまでを90分間で物語るものの風語りでございまする。こちらですな、盾あり芝居ありダンスあり太鼓ありの戦国エンターテイメントとなっておりまして、2018年1月4日に名古屋市芸術創造センターにて開催が決定いたしたわけでございます。よっ。そこで本日は腕試しというのはおこがましゅうございますけども、武将様方はどれだけ戦国時代のことを語れるのかと。なるほど。ものの語りでございますから。なるほど。そこでですね、武将様にはバッと語っていただいて、この視聴者の皆様を納得していただいて、そして当日会場に足を運びいただこうという算段でございます。さようじゃな。はい、やはりわしらが喋れんと、はい、もう拉致が開かないから。さようでございます。よし、早速始めてまいろう。ではそこで、この度はこちらでございます。ドドンと、戦国の世のすべて。なるほど。申しまして、この中にはですね、戦国時代のさまざまな言葉や出来事が入っておりまして、こちらを1枚引いていただいて、それをですね、30秒で解説していただきまする。もう分かった。よろしいですか。もう大丈夫だ。では参りましょう。よし、30秒で分かる戦国前田利家様編です。どうぞ、お引きください。引いて見せて始まるじゃない。はい、引いて、あちらの視聴者の皆様に見せていただいたら始まります。ザザザザザン、はい、参るぞ。わしが引いたのはこちらじゃ。乱と変との違い。ほう。では参りましょう。30秒で分かる戦国乱と変の違い、はじめ。まず乱というのは乱れるという文字を書く。そして変というのは変人の変じゃ。まず違いというと、この漢字の違いがござるな。そしてな、画数が違うの。変の方が画数が非常に多い。これみんな覚えておいてくれ。この文字を見れば分かる。真面目なことを申すとな、乱と変の違い、本能寺の変などあるけど、大きさの違いがござるぞ。しまいでございます、しまいでございます、しまいでございます、しまいでございます。これ難しいの来たな。先生はちょっとですね、ちょっと前置きが長かったかもしれません。ちょっと待ってくれ。はい、あのどうも。はい、わちょっと急に難しくないか。ええ、わし、みんなのみんなのこれ見とったけども、はい、みんななんとかの戦いとか、はい、なんか分かりやすいやつだったじゃん。急に難しくないか。戦国時代のことでございますから。あ、なるほど。まつわることに。ああ、我らが分からんと。分からんといけません。ちょっとこれはまずいな。こちらちょっと補足いたしますと、これ乱というのはですね、この世の中が乱れて収められた結果のこと。そして変というのはですね、それをきっかけに時代やその時の情勢が変わった時の出来事を変と申します。あながちわしが言ったこと間違いじゃなかったな。後半言おうとしていらっしゃったことには間違いありません。間違いじゃなかったな。はい、さあ、こんな我らであるけれど、はい、これ大丈夫かな。よし、イエー、よし。本番は1月4日でございますから。さようじゃ、さようじゃ、さようじゃ。まあまあまあ、こういったことも含めて我らは精進してまいる。みなみな楽しみにいたせ。では最後に創造センターへいざ出陣でまいろう。はい、創造センターへいざ出陣。Oh!